10分で首相儀。この配信では曹洞宗のお経首相儀全5章31節を1節ごとに解説していきます。普段よく読む馴染み深いお経ですが、内容を知る機会が意外と少ない首相儀。その理解を深めることで新たな気づきや発見があるかもしれません。首相儀の素敵な世界を一緒に楽しんでいきましょう。おはようございます。10分で首相儀、今日は第4章第22節を読んでいきます。ではまずはじめに本文から。愛語というは衆生を見るにまず慈愛の心を起こし、怖いの言語を施すなり、次年衆生有女釈師の思いを蓄えて言語するは愛語なり、徳あるは褒むべし、徳なきは憐れむべし、恩敵を合服し君子を和睦ならしむること愛語を根本とするなり、迎えて愛語を聞くは表を喜ばしめ心を楽しくす、向かわずして愛語を聞くは肝に銘じ魂に銘ず、愛語よく回転の力あることを隠すべきなり。21節前の節からですね、実際に菩薩行、自味徳度先度他、それは自分自身が本当にお悟りに近づいていくには自分が修行して頑張って仏になろうと思うんじゃなくて、誰かの人生の手助けになること、なれることが自分にとっての喜びなんだ、それが菩薩というものなんだ、それを目指していくんだということが提示されてきました。で、その中で4つの菩薩行の実践として、伏せ、愛語、利行、同時という4つの項目が例示されているわけですけれども、今日はその中の愛語というものが主題になります。愛する言葉という字を書きますけれども、言ってみれば言葉の伏せということになります。私たちがどんな心持ちで言葉というものを使っていくのかということがこの章のタイトルになるわけですね。普段の生活の中で言葉をどう使っていくのかということを見直す章になります。愛語というは主生を見るにまず慈愛の心を起こし怖いの言語を施すなりから始まるんですけど、これすごく好きなんです僕。というのは、まず慈愛の心を起こしなんですよね。そして怖いの言語を施すなり、言葉を発するときにまず相手を慈しむ心を起こすんです。で、その相手を慈しむ心が満ちて満ちて満ちてコップから溢れるように言葉が出ていくように、怖いの言語、相手のためを思いやる言葉を相手に施すんだっていうんですよね。いいですよね。なんか口先だけで褒めたり叱ったり励ましたりしたってダメだってことですよ。相手をどう思っているのか、そこに慈しみそして愛する心がなければ言葉なんてどう使ったってダメなんですよね。だから私喋るときいつも思いますよ。この一言が慈愛の心が溢れ出るようにきちんと喋れてるかなっていうことですよ、誰かと向かって喋るときに。で、それは次年衆生有女釈師の思いを蓄えてっていうんですけども、次年衆生有女釈師っていうのはその慈しみの気持ちというのは、釈師の思いっていうのは母親が赤ちゃんを思うようにってことです。母親が自分の子供である赤ちゃんを思うように相手の心を慈しみ、その慈しんだ思いを蓄えてですね、溢れてるように言葉にしていく、それが愛語なんだっていうんですね。徳あるは褒むべし、徳なきは憐れむべしとあります。徳あるというのはいいことをした人がいたらってことですよ。その人がいいことをした人がいたらそれを、良いところを褒めてあげればいいってことですね。すごいね、偉いね、頑張ったねって褒めてあげようよ。相手にこびるための言葉じゃなくて、相手を思う気持ちでその
良いところを褒めてあげる、これも愛語だし、あとは徳なきは哀れむべしっていうのはどういうことかっていうと、良いところがなくても良いところがなくてもそれを愛おしいなって思うってことです、うん、相手に褒めるところがなかったとしても、うん、相手のことを愛おしいなって思って心を持っていくっていうことですね。それが徳なきは哀れむべしっていう言葉の意味です。恩敵を合伏し君子を和睦ならしむること愛語を根本とするなり、うん、恩敵を合伏し、うん、私たち言葉一つの使い方で、人は敵にも味方にもなるんですよね。敵にも味方にもなるんです。その言葉一つ一つを丁寧に使っていこうというのがここの部分ですし、君子を和睦ならしむることっていうのは、大きな影響を持つ人たちで、その人たちが意地を張って身動きが取れなくなっている人たちもいるわけですよね、うん、そういう人たちが、きちんと平和に関係を作っていくための仲立ちということも愛護ということでしていくことができるんだよということになります。向かいて愛護を聞くは表を喜ばしめ心を楽しくす、面と向かって愛護を言われたら本当に顔を嬉しく、喜ぶ表情になり、心も楽しくなりますよねっていうことです。そして向かわずして愛語を聞くは肝に銘じ魂に銘ずっていうのは、面と向かってじゃなくてですね、人づてに聞くとか陰で褒められてるのを聞いたりした時にですね、それが自分を思ってくれてるんだなっていう気持ちが身にしみじみと染み渡る、魂にしみじみと染み渡るんだよって、こんな感じの意味ですね。だから相手に向かっている時もそうでない時もその人にを思い言葉を発することは全部愛語になるんだよってことですね。だから対面でのことだけじゃないんですよ。対面でのことだけじゃないってことですね。愛語よく回転の力あることを学すべきなり、回転ってのは天下もうひっくり返るぐらいってことですね。もう大転換するぐらいの力が愛語にはあるんだよっていうことになります。で、これ仏教そして修正義の中でやっぱりすごく思うのは、やったことだけじゃなくて言ったこと考えたことがすごく大きなことなんだっていうことをやっぱ思うんですよね、思います。ここまで読んできてすごく思います。その、行為としての具体的な何か伏せなんかは具体的になんか知識になるお金になる役に立つみたいなことなわけですけれども、それだけじゃなくて言葉っていうものがいかに人を救い人を傷つけ人を仲間にし人を敵にするのか、そういうことも含めて言葉ってものを丁寧に考えていくってことですし、あとやっぱり慈愛の心を起こし怖いの言語を施すなりって順番ですよね。順番、口先だけじゃダメなんだってことですよ、大事に大事にこの慈愛の心を育むってことを、していきましょうねっていうのがこの章のポイントだと思います。皆さんはどのように感じられたでしょうか。今日は第22節を読んでまいりました。お相手は宇野禅師でした。では今日も一日頑張りましょう。この配信では聞いていただいた皆さんのメッセージをお待ちしています。配信を聞いて思ったこと感想や質問など何でも結構です。いただいたメールは毎週金曜日配信の近藤さんと宇野の主将棋トークの中で紹介していきます。メールの宛先は主将棋アットマーク外禅 JP SHUSHOGI アットマーク SOTOZEN.JP です。またこの動画のコメント欄でも受け付けています。どうぞお気軽に皆さんの声をお寄せください。